ということはもちろんなんですが、皆さん猫好きですか？はーい。あー、ありがとうございます。あまり手上がらなかったかな。じゃあせっかくなのでもう一回聞きますよ。私が猫好きですかって聞くので、猫が好きな人は大きな声でニャーって言ってください。本気ですよ。いいですか？じゃあ順番に行きましょう。まずは子供たちと女性の方から行ってみましょう。かわいく元気よくお願いします。子供たちと女性の方、猫好きですか？あー、ありがとうございます。かわいいじゃないですか。それでは大人の男性の方行ってみましょう。期待してますよ。大きな声でお願いします。大人の男性の方、猫好きですか？でも皆さん本当に猫が好きみたいですね。今日はそんな猫好きの皆様にもっともっと猫を好きになってもらうために、猫の身体能力の高さを間近でご覧いただきましょう。さあ、それでは早速トップバッターの登場です。ピア、エル、どうぞ。中央スロープから元気な2匹がやってきました。ご紹介しましょう。やってきたのはエキゾチックショートヘア、こちらがエール、そしてピアです。この2匹にはかっこいいジャンプ技を披露してもらいましょう。まずは台から背中にジャンプ。 OK、 できました。次に挑戦するのは足首です。開いた足の間をジグザグに通っていきます。息を合わせてさあ、5、1、2、1、2、8まで行って、エールが先にゴール、ピアもゴール。頑張りました。さあ、それではここで皆様にジャンプお配りしたお客様、今輪っかを前に準備してください。輪っかを左右に3本ずつ、こちら側をエール、反対側をリアがジャンプします。まずはリアから行ってみましょう。リアに注目、スタートです。赤い輪っか1本目、オッケー。2本目は青、オッケー。3本目黄色、ありがとう、できました。さてさて、エールもスピーディーに行きましょう。それではエールの輪っかジャンプ、オッケー。2本目もバッチリ。3本目、ありがとう、できました。ご協力ありがとうございます。バッグはお席の下に戻してください。それでは難易度上げましょう。次に使うのはこちら、このバッグを使って高さの上がったハイジャンプに挑戦です。それではビアスイル、バッグをよく見て、惜しい、ビアバッチリ。元気いっぱい2匹の出番はこれで終了です。最後は可愛く締めていきましょう。皆様の前に集合して、最後は仲良くハイタッチ、よくできました。頑張ったのはビアとエールでした。バイバーイ。とっても器用な前足を持っています。次はこちら、この2つのボタンを使って私の質問に答えてもらいたいと思います。それでは早速挑戦する猫を呼んでみましょう。ミヤコ、私の後ろから登場です。やってきたのはミックスの女の子、お名前はミヤコと言います。じゃあまずこの質問からいきましょう。ミヤコ、今日の調子はどうですか？うぶれてあまり調子よくないみたいです。頑張ってもらいましょう。ミヤコちゃん、じゃあ私がいつもまだ聞いてない、私がですか？ごめんなさい、なんかあまり美味しくなかったみたい。わかりました。今あげてるおやつお肉なんですけど、お肉の方が好き。何も好きじゃないじゃん。でもね、私今日絶対丸を押してくれる質問を考えてきました。そう、そっち行きますよ。みやこちゃん、私のこと好き？それはおかしいですね。やっぱ私のこと好きでしょ。なんでやねん。わかりました、こういうことだね。はい、私のこと大好きなんだよね。はい、できました。さてさて、好き嫌いがはっきりしているみやことはここでお別れです。もう一度大きな拍手をお願いします。バイバーイ。私、みやこちゃんとは後でしっかり話し合っておきましょう。子供を追いかけるのが大好き、狩りの本能を持っています。ということで次はこちら、
個のボールを獲物に見立てて、ハンティングを披露してもらいましょう。ハンティングは一瞬です。見逃さないようにしっかりと見ていてください。それでは読んでみましょう。海をやってきたのはベンガル、名前はウルロ、ハンティング大成功できました。さあ、それではもう一度行きましょう。今度は向こう側に向かって跳ねるボール、どうだウルロのハンティング、足元失礼、大成功。持ち帰ることもできました。びっくりしちゃった、ごめんなさい。じゃあちょっとウーロン君にはもう少し頑張ってもらいましょう。空中に浮いている獲物を高いジャンプでハンティング。さあウーロン、獲物は上です。上をよく見て、ウーロン、獲物は上。さあどうだ、うーん、大きい、できました。迫力満点のハンティングを披露してくれました。頑張ったのはベータル、ウーロンでした。自慢の猫がやってくるようです。ということで次はこちら、小さな丸太。この丸太を4つの足で乗りこなしてもらいましょう。丸太乗りに挑戦。じゃあ丸太ここに出てしまって、近いですね。カメラの準備はよろしいですか。さてこの丸太乗りに挑戦する猫、自分の出番が楽しみでステージのどこかで待っていたようです。皆さんどこかで猫見てませんか。探して、どこ、あの猫寝てるだけです。違います。ほら他いるじゃないですか。足音が近づいてきました。探して、見てました。ステージ中央の穴から登場、やってきたのはラパーマ。お名前はラパと言います。それではラパちゃん、皆様にかっこいいバランス感覚をお見せしましょう。まずは肉球席を追いかけて、マルタに乗って、そう、乗って。さあ始まりました。どうですか皆さん、ご覧ください、この素晴らしいバランス感覚。さあラパちゃん、もう少し端まで行ってみましょう。ラパちゃん、こっち、こっち、そう、乗って、ここまで来たところでゴール、頑張りました。いやー素晴らしい。何かおかしかったですか。なぜ笑ってるんでしょう。わかりました。じゃあもう一回行きましょう。今度場所変えてこっちです。さてラパちゃん、なぜか笑われているようなので、もう一度行きます。さあ乗って、立て、押し、もう一回、ラパちゃん、こっち、頑張って。さあ猫らしい姿を見せて、どう、乗って、ほら見てください、これ何回見ても2本足です。で白い手が持ってる、待て、や、転がして転がして、ここまで来たところで丸太乗りならぬ丸太転がしでした。いやー、なんということでしょう。バランス全く関係ありませんでした。丸太片付けちゃいましょう。ちょっとさすがにこの丸太だと小さすぎて、ラサちゃん乗りこなすの難しかったみたいです。大きいもの準備しましょう。次に使うのはこちら、大きいボールが出てきました。これなら乗りこなすことができるはずです。じゃあボールここにセットしますよ。でラパちゃん返しちゃいました。もう一度呼び戻します。皆様、あの穴にご注目。ラパー、気づきます、グレーの小さな猫見ててください。来るかな、来るかな、来ました。大きくなってます。やってきたのはエキゾチック6部屋、お名前は夏目と言います。今日はラパの代わりに夏目くんがこの黙々の大きな体で玉乗りを披露してくれるようです。さあそれでは夏目くん頑張っていきましょう。夏目の玉乗りは一度しか行いません。皆様しっかりと見ていてください。まばたき厳禁です。カメラの準備はよろしいでしょうか。それでは見てみましょう。夏目くん、まずはこのボールの上に乗ってみて。夏目くんの他にももう一頭バランス感覚が自慢の猫がいるんです。
ということで、次はこちら中央にある長い綱渡りに挑戦です。早速チャレンジャーが樽の中からやってきます。またはやってきたのはロシアンブルー、お名前は若葉と言います。それでは若葉ちゃん、自分で階段を上がっていきます。若葉ちゃんが近くに来ても手は出さないようにご注意ください。螺旋階段もしなやかな体つきで一番上まで上がります。若葉の準備ができたら綱渡りスタート。綱がグラグラと揺れています。若葉気をつけて。皆様ご覧ください、真剣な表情。尻尾を使って器用にバランスをとっているのがわかるでしょうか。端まで行ったら大きな拍手をお願いします。もう少し気をつけて。皆さんのところへ招待状が届くかもしれませんね。